どうもドーゼルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあということで、今日もねクラロワの動画撮っていきたいんですが、今ね浦島太郎状態ですね私は4日間動画を撮らない間に新しいスタンプがキーノ、そしてバランス調整がキーノで、まあ、ちょっとぶっちゃけどのカードが強くてどのデッキが強いかっていうのは把握できていない、ということで今日の動画ではこちら、今回のバランス調整で強くなったカードを一気に使って夜を掴んだろう動画でございますもうみんなね、多分ボムタワーが4コストになって慣れてたりとか、あとロイヤルホグの攻撃が速くなったりとか、あとナイトの攻撃力が高くなったりとか、もう慣れてるかもしれないんだけど、私ちょっとねまだあんまり使ってないんでぶっちゃけ、今日はこの強くなったカードたちだけでグランドチャレンジ、回していって勝つまでやっていこうかなと思います。でそれぞれは確認しておくと、ボムタワーはコストが1下がりましたと、ロイヤルホグは一発目の攻撃が速くなりました、まあムートはとにかくなんかいろいろ強くなってやばいととにかくムートやばいっていう噂を聞くし、あとトルネードはキングタワー起動することによって強くなりましたと、あとナイトは攻撃力が上がってゴブリン一発で勝利できるし、あのベビードラは攻撃速度がちょっと上がったけど、まあ、ノックバックされるようになったのかな、あとファイヤーボール と、巨大雪玉、こちらはもうノックバック機能がめっちゃ強くなったんで、まあ、とりあえずこいつら入れるときは安牌というところでね、このデッキで今日は勝つまで、終わりませんやっていきたいなと思います。であともう一つこちらですよ、ホグライダースタンプこれマジでね、あの煽り性能が過去で一番高いと、特にこのホグライダーがはーって言ってるやつがもうとにかく煽り性能が高いと、噂なので今日はこちらをまずは買っていきたいと思います。あのウルトラレアキング宝箱がね、ついてくるのでかなりお得な、宝2400円って高いよね。360円で単体で売ってほしいって思ってるのは私だけでしょうか。さあということで購入完了を参りましょう。さあまずは、あれですね、新カードのやっぱりロイヤルホグとかが完走してないんで、もうこれはもうボムタワー完走してるわ多分全部完走してるんで、あのロイヤルホグとか、あこれ左は多分完走してないやつですね。見習い親衛隊弱いんですかね、どうなんでしょう。なんか公式曰く強いとは言ってるんですが、さあロイヤルホグゲット、強いって言ってるけど誰も使ってないよね。さあここはレイジー、これもどっちでもいい。さあ行きましょう。ウルトラレアはマジックアーチャーとゴーストがこの前完走したからマジアーチャー、あーマジアチャ来た、オッケー。アイスイーザー完走してるんで、ここはもうマジアチャを美味しくいただきまして、かなりいい宝箱でございました。ロイヤルホグも来たし、見習い親衛隊も来たし、そして、マジックアーチャーもゲットできたという、かなりいい。そして、来ました。おお、絵がかっこいい。あ、なんかこの下もね、確か絵があったんだけど、まあ、今日はいいや。今日はとりあえず、このニュースタンプとこれ。こいつを使ってみたかったんだよな。あとは、このホグライダーをちょっと。あ、ヒゲジョリなんだこいつ。ヒゲジョリの音と、あとこれは、あーチューね、チューのスタンプ好きだなマジで。そしてあーいい感じですね、このハンマーのスタンプも、セットいたしまして、こちらのデッキでグランドチャレンジ参りましょう。今日勝つまでやるんでね、あの動画時間は気にしないでください。さあということで参りましょう。よろしくお願いいたします。あー違う、よろしくじゃない、これや、はこれツイッター、あー相手も使ってきた。ツイッターでさ、みんなさ、使ってて、私もめっちゃ使いたかったんだけど、我慢してたんですよ、買うの。なぜならば動画でウルトラレアキング宝箱引きたかったから、マジで我慢したからね。さあ、ということで、4コストになったボムタワーの力見せてやりましょう。とりあえずボムタワー置いとけば安牌みたいなところあるでしょ。あの、あれかな、体力が確か少なくなったんだよね。あ、相手ちょっと待って、こう押してきてる。こう押してきてる。オッケー。で、強くなったムートね。はい、4コストのボムタワーと強くなったムートを重ねれば、もう相手の、わあ、相手もやっぱ使ってるんで、やっぱみんな使ってるやつですね。あれだよね、大砲になってからが長くなったんだよ。ああ、ファイヤーボールプラスローリングウッド。相手もかなりこれ、ロイヤルホグ対策してきてますね。ワンチャン相手もロイヤルホグの可能性ある。ファイヤーボール強いよな、結局。ファイヤーボール強くなりすぎじゃないって、ロイヤルホグが強くなったことによって、あの、ファイヤーボールの需要も高くなったし、さらに、空系のユニット、ファイヤーボールだけで確かバルーン完封できるみたいな、ツイッターで見ましたよ、私。さあ、ここで、でもね、ただ打てばいいってわけじゃなくて、もちろんタイミングとかコツとかあると思うんで、そこら辺も検証していきたいな。さあ、ここは重ねてくるユニットに対して、まあ、ファイヤーボールかもしくは、さあ、こんな感じですね。スノーボールを当てていきまして、はいはいはい。まあまあ悪くないと。これどうしようかな。一旦これで、まあ、ユニット合わせつつ、ちょっとめんどくさいよ。オッケー。トルネードで、ボンと。やばい。ここはスノーで、あれですね、ボムタワーはやっぱ、まあもちろん当たり前なんだけど、空攻撃できないから、ジャイアントで、まあ、ゴーレムとかには結構ボムタワー強いイメージなんですが、そうでもないかもしれないね、4コストになって。まあ逆に、でもホグライダーとか、細かい系とかに対しては圧倒的に強いと思うんで、さあここは、ゴーストちゃんを、
可視化して、ボムタワーもうまく使うと。ボムタワーの強み逆何なんだろうね。今後ボムタワーをどんどん使っていこう。おっとこれはめんどくさいな。どっちにしろめんどくさい。さあここは右から形を作っていきましょうか。ジャイアントをしっかり処理しつつも、こっちのムートは生かす戦法で、さあ相手のこの、ちょっとずれた、ちょっとずれた、やばい、もったいない。まあいいや、いい感じに、いい感じに処理できて、あれだよな、こっちのさ、ロイヤルホグが、やばいやばいやばい、負ける負ける負ける、こっちのロイヤルホグがさ、あんまりいい感じに展開できてないよね。さあここで可視化できて、まあ、ムートで反撃を狙いつつ、このカウンターでロイヤルホグ足していこうか。ロイヤルホグそもそもね、弱体じゃない、今回の強化前から実は強かった説が浮上してますからね。さあファイアボール打たれるも、こっちのムートがいい感じに全然刺さらない。あ、刺さってる刺さってる、オッケーオッケーオッケー、いい感じですね。さあここでベビードラも合わせて、巨大雪玉も合わせて、さあここでグイッとグイッとトルネードで寄せて、あ、トルネードを使ってるけどさ、トルネードじゃなくてキング起動しないと意味ねえわ。キング起動した時に強くなるですからね。さあここはいい感じに守れまして、 あんま分かんないね、あいつがベビドラが強くなったの全く分かんないまであるわ。さあここはもう負けませんよ私。さあボムタワーとナイトで抑えようか。ボムタワーとナイトで抑えて、あ、ボムタワー当たんないんだ、ここ。これはきついミスになりました。さあロイホグをちょっと刺していくか。ロイホグなファイアーボールでやられちゃうからちょっと辛いよな、そういう意味では。さあファイアーボール相手も打ってきます、こっちも打ちます。さあちょっとずつ削っていきまして、いやーきつい、ちょっと負けるかも。いいよいいよいいよ、オッケー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 、ナイスナイスナイス。結局ボムタワーのこの防衛力の高さよ、結局この防衛力の高さがいい感じで働いてきまして、あー、ムートが無視してる、ムートがいい感じに相手を無視しておりまして、さあ逆サイド守ってくれるかな。いや、ちょ待って、やばいやばい、きついかもきついかも、やばい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 、いろいろやばいいろいろやばいいろいろやばい、ちょとりあえずあっち行け、とりあえずあっち行ってもらって、やばいよやばいよ。さあナイトで受けて、ロイホグチャンス、ロイホグチャンスがな、ハイボで一発でやられちゃうっていうのが、逆に今後多分だけど、私の予想ですよ、私の予想だけど、ロイホグに対してファイヤーボール打たせて、三重視展開するとか、ハイボ枯渇デッキに結構ロイホグが使われてくるんじゃないかな。あとは両サイ攻めか、そうだ私両サイ攻めできるの忘れてたわ完全に忘れてたわ、ごめん、完全に忘れておりました。さあここはいい感じに処理できて、ロイホグでもこの時間からさ、両サイ攻めするのさすがにちょっと意味ないよね。さあちょっと時間が押してまいりましたが、ここはタワーで攻撃して、こっちもファイアーボールを展開しつつ、さあ相手ファイアーボール来るか、ファイアーボール来て、もう豚さんが1匹残る、攻撃には届きません。もうこれ呪文削りで終わりだな、呪文削りで終わらせましょう。さあ残り60秒、結構延長戦近くなってきており、あ、延長戦じゃないわ、タイムアップが近くなってきておりますが、ここはもうファイアーボールまで回してなんとか処理したい。オッケー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 、厳しいかな、ロイホグちょっとどっちにも回してみよう、どっちにも回して、こっからちょっと遅いようにも感じますが、一発でも入ればわしの勝ち、一発でも入ればわしの勝ちだけど入りませんと。さあ左これ無視、相手も左無視ですね、やばいやばいやばい、ちょ待って、やりすぎ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 、ちょ待って、あ、でも右が入る、オッケーオッケー、右入った、右入って、オッケー、グッドゲーム、ありがとうございましたよくわかんねえどのユニットがどれぐらい強くなったか、今の戦いで全然掴めていないということでございます。はい、いつものドズルクオリティですね。でもバルーンとかをやっぱノックバックできるようになったんで、ベビドラもノックバックしちゃうもんな。ベビドラどちらかというと弱体化な感じがする。で、今の戦いの反省点としては、トルネードちゃんと使えよとトルネードをちゃんとキングタワー起動しないと、強さ、キングタワーの強さが分かんないんで、もう一回行って、ちょっと、あ、日本の方だ、イカサワさん、よろしくお願いします。ムートが強いのはね、なんとなく分かる。ムートは多分ね、もともとそんなに弱くないんだけど、今回強化されちゃったんで割と強くなったのと、あとバルキリーが相変わらず強いらしいですよね。まあ、バルキリー元、あ、来た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 、これは大チャンスですよ皆さん。こう、もう巨大雪玉の強さを思う存分、あー、飛ぶね、飛びますね、飛びましたね今完全に。これもの、今までだとノックバックいい感じにしなかったのがノックバックしちゃってますから、完全にこれはもうバランス調整の影響をもろに受けております。これどうする、これどうする、こうかな、こうかな。ちょっとナイトでお散歩させつつも、ナイトに関してはあれですよね、攻撃力が上がっただけなんで、まあ、特に、おいしょ、あっち行け。
ナイトに関してはゴブリンとかが処理しやすくなったということで、枯渇とかは弱体化なのかな、相対的に弱体化されているのかなと思います。おお、相手ラバか。ラバはノックバックしないんだよね、さすがにね。ラバーはノックバックしないけど、このデッキ何を隠す？あ、ちょっと待って！この位置だと？この位置だと？虫！虫！最悪。ここは、いやー、厳しいですね。厳しいですね。ちょっと待って。かなり厳しいございます。ちょっと右は落とされたとして、さっき来ました。ここで、ドズル、男の、あー、ファイアボール使われたらさすがに一発入るわ。ファイアーボール使われたらさすがに厳しいけど、あ、でもファイアーボール使われなかったら、ファイアーボール、あ、違う、ファイアーボールじゃない。レイジ使われなかったら、普通にファイアーボールで入りそうですね。これチャンスありますよ、まだ。まだチャンスあるんだけど、ボムタワーが永遠に腐ってるな。あと、3クラウン取られにくくなったんで、キングタワーの攻撃力が増してね。今まではキングタワーって攻撃力が、アリーナタワーっていうか、横のね、女の子たちよりも弱かったんですけれども、今回一緒になったということで、結構3クラウンは取られにくくなったのかなと思います。ここでブヒブヒやって、いやー結構相手のデッキ嫌だな、どうしよう。今回対空が私ベビドラと呪文しかないんで、ベビドラ当てるしかないですよね。ベビドラ当てて、まあ、いい感じにここはこう押さえていくしかない。こう押さえていって、さあレイジ来るわな、とレイジ来るわなに関してはノックバック&ノックバック、ノックアンダー、きついきついよ。どう考えてもきつい、どう考えてもきつい。あー、終わる終わる。いやー、さすがにきつかった、グッドゲーム。まあまあまあ、でもこう見ると今回のバランス調整でベビドラも弱体化されたって考えると、ベビドラもノックバックするようになったんで、ベビドラも弱体化されるするって考えると、結局空が強くなったんじゃない、陸攻めが強くなった、陸攻めとか陸受けが強くなって、で空は全体的に弱体化されたじゃないですか。あ、でもバルーンが弱くなったからな。今グローバル1、今かどうか分かんないけど、ちょっと前グローバル1このデッキ使ってて、このデッキはね、バルキリも強いし、バルーンのところを、今までのバルーンのところをディガーに変えただけっていうデッキなんですけれども、ノックバックはこいつらもともとしますし、あんまり変わってないんでね、そういった意味では対空が弱くなって、ベビドラとか弱くなって、陸がね、強くなったんで、こういったデッキも全然ありなのかなと思います。ボムタワーがな、やっぱりどれぐらい使ってるかですよね。ぶっちゃけボムタワーとムートに関してはグラチャラあんま回ってないんで、またちょっとね、後日強いデッキ紹介していきたいなと思います。もう一回言って、ちょっと遊びでよろしくお願いします。あー、相手強そうだな。さっき負けた原因としては、やっぱこのね、煽りスタンプを押してなかったっていうのもあると思うんで、とりあえずホグライダー押して、ホグライダーで来ると見せかけてロイヤルホグ、はい、完璧です。今のムーブ完璧です。さあ、相手はもうすかさず真ん中にこのね、マスケットを出さざるを得ず、マスケット前来いよ、マスケット前来いよ。あ、いい感じに、これはいい感じに合流していく。相手うまくね、これ。ちょ待って、相手がうますぎるんだが、大丈夫か。相手がうますぎて勝負にならない。あー、きつい、早くもきつい、早くもきつい。いやー、終わった、終わった。ドーンやって、ドーンやって、ノックバックして、これはもともとノックバックする。いやー、きついな。はいはいはい、一発で抑えましたが、かなり今の相手の受けはうまかったですね。今後多分、ロイヤルホグが増えてきて、ノーマルホグライダーがまあ若干減るのかな、どうなんだろう。ロイヤルホグとホグライダーはまた違った特性のカードだと思うんですけれども、それでももう大ピンチでございます、私ドズル。さあ行きましょう。ナイトからのセパレートホグ。いやー、これだよな。これに対してどう立ち回るか。ファイヤー、難しい。ちょ待って、難しいよ。とりあえずロイホグを右から出して、相手マスケットで来る？うわ、ミニペッカ。このミニペッカはきつい。何が来ても結局きついやつ。ここはボムタワーで抑えて、あ、でもいい感じにロイホグ刺さったかも、思ったより。で、ここはムートで受けてあげることによって、相手のミニペもいい感じに処理できると。いや、いいですよ、いいですよ。頑張れ。オッケー、悪くねえ。で、さらに、これムートが生き残って、はい、悪くないですね。今のところ若干不利に感じておりますが、不利です。はい。不利ですが、頑張ります。さあ、こっからのこうですかね。こっからのこうして、ロイホグ両サイド出したいけど、ちょっとこす。てか、ロイホグ4じゃなくて5だもんね。よくよく考えると。当たり前だけど5コストかかるからな。このミニペッカかもしくは、マスケットで来ると思うんで。あ、ファイヤーボールか。ファイヤーボールいいカード持ってますね。さあ、ここはちょこちょこ削っていきつつ。どうだろうな。ここから逆転あるかな。あ、ミニペッカが来る。やばい。この出し方は良くない。ミニペッカで、いい感じに処理されちゃうかな。いい！オッケー。
さあ右が刺さる、右が刺さる、よしよしよし、悪くないぞ悪くないぞ。さあミニペッカに対してははいはい、ジャイアントかジャイアントがやってきまして、あトルネードでまとめますわな、トルネードでまとめまして、いい感じに処理できたい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 、できないできないできない、いい感じに処理、あーマジで、ちょ前ミニペ強すぎだろお前、ミニペサイレント修正、サイレント強化した。さあここでホグライダー飛ばして、いや最後ぐらい勝ちたい、最後ぐらい勝ちたい、頼む一発入れ、オッケーナイス。さあまだあるまだある、チャンスあるチャンスあるチャンスある、よし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 、オッケーオッケーオッケー、真ん中から来るぞ、真ん中来るぞ、分かってる、そんなことは分かってる、真ん中から来ることぐらい分かってる。さあここにナイト合わせれない、合わせれないと、さあ何でもありません、何でもないですが、ナイトの攻撃力上がったんでね、ディガーも弱体化、相対的弱体化、相対的弱体化してるのかな、してないのかな、どうなんだろう。さあここで、ダメだダメだこりゃ。さあということで、いや今回は勝つまで終われませんだったんですが、なぜか1試合目で勝って2試合目3試合目で負けるというね、結果に落ちてしまいました。まあでも今の感じで大体分かったかな、ファイアーボールが多分強くなってるんで、まあ、そこも踏まえて多分バルーン使ってる人がだんだんあの違うデッキにチェンジしていくのと、あとナイトが強くなってるんで、ナイトとバルキリーの2枚仕立てとか、あと今までやっぱジャイミニペが強かったんですが、そこのミニペの位置がどう変わるかですよね。ミニペナイト、バルキリー、こういう中量級のタンク型のユニットっていうのが今相対的に強いと思うので、まあ、それの受け方とか、守り方とかカウンターの仕方とか含めてまた環境が変わってくるのかなと思います。またね、いろいろあのバランス調整来た後の、強いデッキとかも調べて動画にしていきたいなと思うので、今日はちょっとネタ動画チックだったんですけれども、また、そういった強いデッキコーナーっていうのもねお送りしていきたいなと思います。ということで、本日は新スタンプゲット&、今回バランス調整が来た、カードだけで勝利するまでやってみた勝利するまでやってみたっていうか、ただ私が使いたかっただけっていう説はありますが、そんな感じの動画でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。